こんにちは、盆栽の音です。今回は、桜の針金外しです。6月の中旬に、針金をかけてから、約1ヶ月半ほど経ちましたので、そろそろ、曲がついている頃だと思います。どのくらい曲がついたか、確認してみます。として、8月は花芽分花期なので、葉元にある来年の芽を傷つけないこと。とにかく、これが重要です。それでは、外していきます。使った針金は、とても細い 0.9 ミリなので、簡単に外すことができます。ただ、葉元の芽に触れないように。左手で枝と針金をしっかり固定して、右手でぐるぐるとほどいていきます。枝に負荷をかけないよう、慎重に。活動期の枝は、たっぷり水を含んでいるので、樹皮が剥がれやすいそうです。なので本来、針金を外すときは、針金を回してほどくのではなく、針金切りを使って、細かく切り外す方が、安全なのだそうです。ただ今回の場合、あまりにも針金が細く、針金切りだと、逆に枝を傷つけそうなので、回してほどくことにしました。針金が長くなってきたので、ニッパーで切ります。爪を外すことができました。ウェーブ状の曲もしっかりついてますね。次に行きましょう。針金は柔らかいのですが、枝も柔らかいのでゆっくり外していきます。長くなったので、切ります。それにしても、本当に1ヶ月半程度で、綺麗に曲がつくものなのですね。内心、ちょっと早い気がしていました。針金の跡も残っていないので、とても良いタイミングだったかもしれません。どんどん行きましょう。根元を少しアップにしました。
じです。アップでもう一箇所です。話は変わりますが、葉の上に小さな黒い点が見えるのがわかりますか？黒星病でしょうか、活斑病でしょうか。肌に対策で葉水を与えていたのですが、長い梅雨のせいもあってか、今度は湿気を好むカビ系の病気なのかな。わかる方がいらっしゃいましたら、コメントいただけると助かります。それでは、針金外しに話を戻しまして、これが最後の枝になります。元の方の針金を外して完了です。外し終わりました。以上で完成です。ほんの1ヶ月半で綺麗に曲がつきました。しだれる枝に動きが出て、全体的にもボリュームが出ました。針金掛けとしては大満足なのですが、葉の病気が心配です。次回は殺菌系の消毒をしようと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。